ネパール最終日、今日も頑張ります。はい、ビッグツリーホステル最終日、今日も一日頑張ります。ネパール最終日です。ビッグツリーホステル、よし、チャイ飲み行きます。いつも通り、はい、今ゴクールさんのバイクで昼め、今からですね、サビとルカスが好きな焼肉屋さん、有名な焼肉屋さん行きます。はい、食うぞ、今日は食うぞ。はい、着きました。めちゃくちゃ走ってますこの人。はい、アンブラカタバという焼肉屋で昼飯食べます。豚です。で、あそこで焼くんです。で、ここは美味しいでしょ。自分で肉を選ぶスタイルです。ベリースモーキン、ママ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  Thank you. This name is Tumba. スイ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 、はい、渡るが飲まなきゃ嫌だっちゃ、はい、1渡る、はい、2渡る、はい、いただきます。1日行って10日ぐらい、結構狭いと思います。こっちに。あ、うんうんうん、ごちそうさまでした。あ、黙って黙って。さあ、バス捕まえたぜ。今から帰る。はい、バス乗車。今からタメルに帰る。今までありがとうございました。ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。また世界のどこかで会おうぜ、お前ら。クリスマス、メリークリスマス。ありがとう、ありがとうございました、6日間。 Thank you very much. Thank you very much. See you. ビッグツリーホステル、ありがとうございました、ネパールにいる間、ずっとここに泊まってました。それじゃあ今からインド行きます。1週間ぐらいいるとこうやって裏道も使うようになっていきます。マジでネパール最高だった。多分帰ってくる。この街ともしばらくお別れです。はい、2023年12月24日、クリスマスイブです。僕は今からインドのデリーに向かってバスに乗っていきます。所要時間30時間、頑張ります。インドに行く前にちょっととある場所に寄ろうと思います。はい、最近知り合った、はい、2日目のおっさんの全員家族です。はい、マフラー買いました。多分ぼったくられてる。まあいいよ。はい、今からバスステーションに向かいます。ありがとうネパール、ありがとうカトマンズ。ネパールは基本バス停がないっす。バス停がないけど、なんか雰囲気でみんな待ってるとこに待ってればバスが来ます。以上。嘘やろ、激狭やん。これでニューバスパーク向かいます。へい、タフに行くぜ。激狭。はい、ニューバスパーク着きました。今からネパールとインドの国境のスノーリという場所に、12時間ほどかけてバスに乗っていきたいと思います。デリーまでは30時間かかります。タフに行くぜ。バイバイ。はい、ネパールとインドの国境のスノーリー行きのバスに今から乗っていきます。
とりあえずどのバス乗りゃいいか全く分からんで、カウンターに聞こうと思います。よしよし、ありがとうネパール。今から、4496番のバスに乗ります。いやどれやねんマジで、バス200台近くあるよマジで。どのバス、たまたま話しかけた人が日本語できる人でよかった。マジで俺えげつない運してるわ、マジで運いいわ俺こんだけ人とバスがいんのに日本語喋れるネパール人引き当てちったもん。しかもめちゃくちゃ親切、日本には9年住んでたそうです。やばいな。ありがとうございます。たまたま出会ったネパールの人ですけど、日本語できます。はい、どうもありがとうございます。ユーチューバーですか。ありがとうございます。はいはいはい。はい、どうもありがとうございます。はい、日本語ができるネパール人に、私たちでも一人でインド行くのはちょっと考えますって言われました。マジで詐欺師が多いらしい。楽しみだ。無事乗れました。今からインドとネパールの国境スノーリに向けて行きたいと思います。まあ普通に行って多分12時間、頑張ります。最高のクリスマスイブです。マジで夜行バスなんだから静かにしてほしいわ。現在時刻夜の、11時46分、日本でいうサービスエリアに到着しました。なんか食います。はい、僕は今このバスに乗ってネパールとインドの国境に向かっています。お願いします。チャイ飲みます。はい、日本でいうサービスエリアについて今チャイ飲んでます。あんま美味しくない。マジでバスの中エアコンついてるんですけど、エアコンから砂がもうえげつないぐらい出てくる。うん、タフで大好き。